はい、どうも。今日も殺戮の天使やっていきたいと思います。はい。早速、ニューゲームじゃない。ロードゲームで。ロードゲームでね。やっていきましょうかね。もう一回あのくだり見るか、私ら。いきますよ。はいよ。はい。もう30分やってるんだ。おー。とりあえず、右が開いたんかな？かな？あ、通してあげるわ、言うとったから。そう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 。こっちが開いたんだと思う。おっと？絵が描いてあったよね、前回ね。これが、なんか、毒ガスっぽいな。え？何だっけ？窓の内側が汚れていてよく見えない。うん。引っ掛け傷のようなものが、あ、やっぱり、あれじゃない。え？毒ガス系やろ。かな？うん。どうやろうな。一緒やな。うん。こっちに行こうとしても鍵閉まってるやろ。ないんや。鉄格子なんだね、これ。ああ、これ？うん。ほんまや。ほらほら。うん。閉まってる。おい、開けろ。開けるわけねえだろ。返事がないね。ち。あの女のことだ。どうせどっかで見てんだろうけどな。ザックはこのビルのことをどこまで知ってるの？なあ、前にも似たような質問した。前にも似たような質問したろ。ええ、でも、ここの人たちのこと、どこまで知ってるのかと思って。はあ？ここの奴らだ？気持ち悪い奴らってことしか知らねえよ。そうなの？そもそも移動以外で他のフロアはうろつかねえ。稀に顔を見せるような時もあったけどよ。あいつらまともじゃねえから、ろくに話もしてねえよ。お前もだろ、まともじゃねえの。え、そういう会議みたいなのがあったのかな？顔を合わせる時があったっていう。その。ああ、フロアの移動をちょっとした時に会うんじゃないかな。うん、まあ、外に出んわけじゃないから。まともじゃねえ。絶対レイちゃん思ってるやん、この顔。でも、殺したくはなるの？あ？なんでもない。さあ、他を探そう。もう他ってあの真ん中しかねえじゃん。って思うやろ？お。そこしかないんですよ。厳重注意と書かれた扉だ。こっちに行くしかねえな。とても危ない感じがする。ここで危ないか危なくねえかなんか考えても意味ねえだろ。うん。おい、無視すんなよ。ザックは少しくらい考えていいと思う。じゃあ扉開けて進もう。考えてね。全然考えなしじゃびっくりしたわ。うわ、やっぱり。くそ。まあでも鍵閉められるくらい、もう驚くことでもねえけどな。ここは驚いた方がいいって絶対。もう閉まってんの。もう閉まってるわ。絶対驚いた方がいい。ゲート開閉と書かれた機械。カード式の鍵を使うようだ。なるほど。思い出したわ、このくだり。なんかあるな。うん。机の上に鍵が置かれている。金庫の鍵を手に入れた。お。壁にたくさんのテレビが配置されている。うん。壁に汚れがこびりついている。汚れというより血だよね。うん。人の形をしたものが赤黒く変色して横たわっている。もう掃除しとけ、それぐらい。それぐらい掃除しようぜ。天秤か。天秤が置かれている。うわあ、なんか使いそうだな、これ。ここはしっかりと閉じられている。鍵穴もなく何かの仕掛けがあるようだ。おー。一通り見た方がいいぞ、とりあえず。ボロボロのマットレスが置いてある。箱には何も入っていない。はあ。これも金庫だな、危ねえな。いや、別に触ってもいいよ、大丈夫、大丈夫。コードに繋がれたガスマスクが一人分だけ置かれている。おぉ。繋がってるコードが短い。持っていけられないな。いけれないかな。ん？わぁわぁ。あ、金庫調べたん？調べてない。金庫二つある。左側にもあるし、右側にもあるし、うんうんうん。金庫には鍵がかかっている。まあ、ちょっと待って。ちょっと待って。調べたい。こっちは？あ、そうか、金庫の鍵を手に入れたんか。そうそう。あ、そうだそうだ。だから使ったらなんかありそうじゃん。
中には日用品が入っている。何も入っていない。扉が歪んでいて、固く閉じている。うん、この上にあるバール持っていきゃいいじゃんね。うん。これ読めなかった？この下の。読めなかった。あ、読めないんだ。うん、あれ読めないかったっけ？あ。あ。地面に文字が書かれている。醜い足の男。うん。ここに横たわる男は、育児もないのに、その足で命を踏みにじった愚かな人殺し。お罪と自覚し、それに苦しむならば、その足を捨てればよいのに、それすらできぬ、うん。結局、その両足を永遠に地獄をさまようために使うしかない愚かな罪人。はぁ、あ。で、って言うやな。ヨッシーも出るで、そりゃ。うん、この辺はもう調べたな。結構一通りは調べた。おう使えねえならそんなもん、いじってもどうにもなんねえだろう。金庫の台って書いてあるよね。台？うん。鍵に。金庫の鍵、台。あ、台。おう、うん。本当です。はい。金庫の鍵が開いた。金庫の中にはリモコンのようなものが一つだけ入っていた。リモコンを手に入れた。リモコン？おい、それだけかよ。うん。ああ、俺でも入れそうなくらいにでかい金庫のくせしてそんだけかよ。でかいだけで、ろくなもん入ってねえ金庫とか最悪の粗大ゴミだな。その感性がすごいな。金庫の中には何も入っていない。リモコンね。リモコン手に入れました。あ、これか？開閉とか。違う。カードキーだもんな、これは。あ、これか。これか。お、気づいた。でも、それはテレビだから違うのか。違う。いいよいいよ。テレビだからリモコンでつけたらおはーい、ごきげんよう。これは、罪人向けのビデオとなっております。ただいまより、罪人の方にご説明をさせていただきます。この部屋の処刑は、ちょっと贅沢に作っております。密閉性の高い室内で、外に空気を漏らしません。もちろん、窓ガラスも強化ガラスで叩いても割れません。そんな室内に素敵なものが充満します。いや、ザックなら強化ガラスぐらい割りそうやけどな。さすがに無理なんじゃない？かまだし。それは、罪人を優しく、真意たらしめてくれる、特製の、毒ガスです。そうそう、もちろん脱出方法がないわけではありません。慈悲を込めて、使い古された、今にも壊れそうなガスマスクを一つだけ、用意してあります。マスクが壊れて、毒が体に回る前に、脱出できるようにせいぜい頑張ってくださいませ。脱獄犯もまた魅力的な罪人。私嫌いじゃありません。でも魅力的になれないようなら素直に毒ガスで死んでね。ああ、そうそう。もしなかなか死なないと退屈だからタイムリミットをつけてます。その時間を過ぎるともっと強力なガスをプレゼント。大体のリミットはテレビで確認できます。さて、数秒後には毒ガスタイムスタートです。それでは、素敵な時間をお過ごしください。はあ、おい、どうする？説明じゃ脱出する方法がないわけじゃないって言ってた。頑張って、脱出方法を探す。とにかく急いでガスマスクをつけよう。ほう。さて、始まります。これはタイム制だよ。おい、俺がこれつけんのか。うん。このガスマスク、コードがついていて、ここから動かせないから。部屋を調べる人は使えないから、今はザックが使っていて。わかったけどよ、それでてめえが死んだらどうすんだ。さあ。さあじゃねえだろ。お前が死んだら俺は出れねえんだ。考えろよ。じゃあ、ある程度したら調べるの交代してもらう。それでいい？仕方ねえな。勝手に死なれるよりはマシだ。始まった。
さっきも調べた通りだな、その辺はな。これが開いてたり。あん？最終的にそこにカードキーが入ってます。はあ。お？お？これはザックで見るやつやな。おお。これもザックだな。これもザック。入ってない。おお。これもザックだ。お、ハサミ、ハサミを手に入れた。ということは？ああ、はい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 。ハサミで切れそうなものあったっけ？あと上の棚に何かあるけど、手が届かないな。これはザックだな。ハサミは？このマットです。ハサミで切ってみよう。そんなマットレス簡単に切れる？鍵が出てきちゃった。マットレスから鍵が出てきた。鍵を手に入れた。で、金庫か。お、針金。お、金庫の中には針金が入っていた。針金でどうすんだ？何かに使えるかな？この歪み。とりあえずあと何分か見てみる、テレビで。あ、でもまだ結構あるんだ。見方が分かんない。とりあえずザックに交代だ。うん、早く しろよ。マスクつけんのうざってえんだ。喋りづれえし、なんか誇りくせえし、だからあんまり話しかけんな。交代交代。あ、なんだよ。そのマスク、ちゃんと息ができる？いちいちうっせえな、見りゃわかんだろ。息してなきゃそりゃ死んでんだ。確かにな。違う違う。つうか、このマスクくせえ、喋ると鼻につくんだよ。うえうえ。中では吐かないで。うっせえ。つうか、このマスクに何の意味があんだよ。毒を吸わないようにガスをろ過してくれる。あ、お前の説明じゃわかんねえよ。お前の頭じゃわかんねえんだろ。そのマスクは毒ガスをきれいな空気にしてくれるもの。だから外さないで。あ、空気をきれいにだ。便利だなおい。、うん、おい、じゃあお前は毒吸いっぱなしってわけか。そうなるかも。あ、おい、てめえ、うっかり死ぬなよ。死なれたら迷惑なんだよ。ここでくっちゃべってねえで早くなんとかしろよ。もうてめえの相手は死ねえ。いや、てめえなんか無視だ無視。なんか分かってから来い。いやだから、いや違う違う、交代してほしいんだ。まだ調べてないとこがある。まだ調べてないとこがあるよ。おお、まず周りを調べよう。指先っぽいところの床にメッセージが書いてある。ほう。おお、これは覚えとったらいいよ。ほう。ほう、オッケーオッケー。何から行く順？左、下、右、下、右、下。ほう。どかそう。重いし、床にへばりついていて動かない。少し苦しい。それに行き詰まってきた。少しだけ彼に探索をお願いしても大丈夫かな。お、ここで交代。ザック。あ、なんだよ。調べたけど、私じゃ手の届かないところや力が足りないところがあった。おう、それで。おい、言わなきゃわかんねえんだよ。何度も同じこと言わすな。毒ガスで少し苦しいし、探索を変わってほしい。あ？早く言えよ。ただですら時間がねえのに、お前が死んだら出れなくなんだろうが。うん。はい。じゃあ、てめえが調べられな、じゃあ、てめえが調べられなかったところを探せばいいんだな。うん。
わかったよ。てめえはせいぜい息してろ。あ、じゃあ。空気めっす。あ、やっぱり、そうなるよな。あかねえ。こうなりゃ何度もぶったたいて壊した方が早い。開くか？お、いけたんか。やっぱいけそうだな。だー、無駄に頑丈だな。やるな、ザック。おっしゃ、壊れろ、壊れろ。早くばらけろよ。おお、ほら見ろ、こうすんのが一番早い。早かったか、遅かったぞ。中は何が入ってんだ。中には掃除用のブラシが入っていた。何も言わねえのか。んだよ、バカみたいにつまんねえもんしか入ってねえな。これか。うんうんうん。これを動かす。動かす。なあ、何もねえな。しかも足が取れちまった。あ、違うな。取れたんじゃねえ。元から足が切れてやがったんだな。うん、しゃあねえ。あいつにはこの足でも持っていくか。どういう思考回路してんだよ。足を手に入れた。で、これを、違う違う。ああ、もういらんいらん。おう、うん。ブラシで、チクチクすんな、これ。違うんか。これか？ここか？違うな。それは、ザックはバカだから無理だよ。多分。棚の上にあるものを取れってか？これくらい届かねえのかよ。チビは面倒だな。悪かったな、チビで。重し。ああ、はかりですね。ああ。袋の中には鉄の塊しか入ってねえぞ。うん。この上にもあるな。ああ。めぼしいもんはねえな。お、あいつが言ってたのはこの上の棚のやつか？バールかな？お、ヒカキ棒。はい。さて。これ、ここでしょ。あ、いや、これザック、ザックはバカだから無理なんだって。え、じゃあもうちょっと交代じゃねえかな。うん、全部調べ終わったら交代。おいおい、返事しろ。何？すぐ返事しろよ。てめえは見てるだけじゃ生きてるか分かんねえんだよ。立ってるか。生きてるわ。生きてる。おい、あー、まだ調べてないとこがあるのか。おい、俺はどうすりゃいい。棚の上みたいな高いところ、重いもの、ああ、やったけどな。いや、まだ調べてないとこある。セーブしなくていいの？一旦。来たねー。来たねー。あ、セーブできんのか、今。一箇所あるよ、まだ調べてないよ。ザックの手。やばくない？やばいな。ああ。違う違う。ああ。お、これだ。忘れてたな。上になんかあんな。おお、やるな。ち、届かねえ。クソが。気持ち悪い。なんだこれ、ムカムカしやがる。ストレスってやつか。バカみてえにだりいし、もう俺わかんねえし、戻るか。これだけか。交代。うん。おい。何？これ以上何すりゃいいか全然わかんねえ。そう、じゃあ交代しよう。おお、頼むわ。おお、取ったもんはてめえに渡す。俺は使い道わかんねえし、調べてなんとかしろよ。ヒカキ棒、おもり、ブラシ、足。
ブラシとかマジで使い道ねえよな。それ以上にあるだろう。どう考えてもそれ以上にあるだろう。ブラシよりも。なあ、文句あんのか。仕方ねえだろ。くだらないもんしかねえんだからよ。うん、頑張る。はい、まず非火器棒はここだと思う。ほう。は？違いまーす。ブラシはここだろ。違いまーす。じゃあここか。違いまーす。は？これか。来たね。あ、これか。うん、それ。ブラシは赤黒く汚れてしまった。シミを取り除いた壁には文字が刻まれていた。罪を犯したのは体のどの部分か、それを自覚するならばそこを切り捨てよ。あ、足だな。ああ、天秤にその部分と罪を並べ重さを揃えるがいい。ただもしそれが塊というならば決して望みは報われぬ。あ、魂か。魂というならば、あ、はい、天秤に罪を犯した部分と重さを揃える。はい、じゃあ足と、うん、足と重し。結構重いな。まず天秤に罪を犯した部分っていうのを置けばいいのかな。え、置いてなかったの今。あと、もう片方に重りを置いて。お、箱が開いた。あ、この箱なんだったっけ。じゃあ中には古い電池式ランタン。あ、そうだったか。はいはいはい、カードかと思った。電池式ランタンを手に入れた。電池は入ってないみたい。おいおい、他に探す場所はあるかな。少し思いつかない。黙ってちゃわからない。でもザックは相談とか乗ってくれるかな。相談する。お、ザック。あ、どうした。出れる方法見つかったのか。うん。はあ、早くしろよ。うん。じゃあなんだよ、また交代か。あのね、聞きたいことがあって。あ、なんだよ、早く言えよ。私も探す場所がわからないから。ザックはどこか他に探せそうな場所を思いついたりする？おお、俺が思いつく場所？うん。お前が見つけられねえのに俺がわかる場所なんて。お、ああ、一つあったな。どこ？壁の上によ、なんかへこんでる場所があったんだよ。でも俺が横の箱見てえのに乗っても届かねえし、お前じゃもっと届かねえ。そう、困ったな。お、おいレイ、お前そこまでついてこい。でもマスクが。さっきから聞いてねえ。多分壊れたからもういらねえよ。おんぶか。お、おんぶだったらいいな。え？おんぶじゃないのか？ザック？来たな。じゃあ行くぞ。え？そんなバカな。おお、投げてみるもんだな。おい、ぼーっとしてねえで早く調べてこいよ。うん。穴が開いている。なんとか取れそう。でも暗い。確か電池式のランタンがあったけど電池がない。持っているものでどうにかできないかな。え？針金、ね、非火器棒。ダメだ、どうしようもない。電池があるのは、電池があるのは、電池がある、あリモコン、中に電池があるはず。これでランタンに明かりがつく。からの狭い
進むのはいいけど、戻るときは後ろ向いて戻らないと。おぉ、何か穴が開いてる。奥に何かあるな。でも届かない。そういえば光希望があったはず。よし、これで。ん、何が引っかかった。でも引っ張り出せない。動かせる向きも限られてる。もしかしてこの穴自体が鍵になってるのかな。お、来た来た。違う、違う。口で言ってたよね、レイちゃんが。後ろ。あ、諦めて戻りになってるけど。違う。は？左下、右下、左下。左下、右下、右下やろ？うん、今右をずっとクリックしとるよ。うん。うん？ああ、右下右下。うん、取れた。おお、穴からカードキーが出てきた。カードキーを手に入れた。これを部屋の 出口にあった機械に差し込めばきっと。早く戻ろう。左って思いながら右クリックしとった。じゃあ、じゃあ1個目左に曲がったじゃん。だからそこは。ああ、そういうことか。そうそう。それを出口の機械に入れれば出れるんだな。うん、多分。じゃあ行くぞ。うん。マリ、どうした？視界がグラグラする。ああ？くそ、毒回ってんのか。カード貸せ、差し込めいいだけなんだろう。うん、お願い。はおい、行くぞ。ちゃんとついてこいよ。一級フラグ建築士来たり。ここやな。これに差し込めばいいんだな。うん。あ、うまく入らねえな。あ、なんで入らねえんだよ。くっ。あ？カード、折れやがった。信じられない。まさか自ら強制ゲームオーバーだなんて。やだ、わざくカードを入れる向きが違うわよ。おかしくって笑いが止まらないわ。うるせえ。じゃあ分かりやすくしとけよ。ここまで来たら相手も同然だ。開けろ。確かにまだ罰を下したいないけど、罪人はルールを守らないとね。さて、強制ゲームオーバーですもの。仕方がないから、もっと強い毒ガスをプレゼントしてあげる。知ってる？毒ガスって高いんだから、この贅沢な罪人ども。さあ、苦しんでちょうだいね。はあ、ああ、このクソ女が。ゾック、なんだよ。あなたとの約束って、ここから出ないと叶わないんだっけ。あ、こんな時に何言ってんだ。答えて。そうだよ、俺がここから生きて出ることが最低条件だ。わかった、私頑張る。でも助かるかわからない、それでもいい。どうせこのままじゃ死ぬ。なんだっていい、やれよ。おお。このガスは可燃性かもしれない。ほう。時間差で発火すれば爆発を起こせるかもしれない。ほう。電池が欲しい。ランタンから電池を抜け取る。そしてこの電池につなぐことで電気の熱を通すものをくっつける。そしてその熱で発火するものを針金に巻きつける。ザック、これを壊さないように、この部屋の出口に置いて。壊さないようにね。壊さないようにね。絶対壊しちゃダメだよ。投げたよ。いい。うん。
これが燃えれば爆発するかも。あ、なんだそれ、死ぬじゃねえか。だから早く隠れる場所へ移動しよう。なもんどこにあるんだよ。お、わかった、金庫だ。あったでしょ、ちょっと狭いけど頑丈で大きくてザックも多分入れそうなところ。ほっ、え、まどろっこしい言い方すんな。そこに入りゃいいんだな。おそんなに頑丈なんかな、あの金庫。まあ、金庫って頑丈だよね。くそっち。熱大丈夫？もう出るぞ。ん？マジかよ。おい、生きてんだ。これで出口が開いてんだら、さっさとここから出ちまうぞ。お、開いてる。おぉ。無事脱出。強制突破や。やっとくせえ部屋から出れたな。つうか、あんなことになるなんてよ、あいつも思ってもなかったろうな。うん。おい、しっかりしろよ。うん。私、役に立てた。そりゃあお前、爆発させて何もかもぶっ飛ばしたんだからな。やってやったって気分だな。そう。おい、ここに来てくたばんなよ。うん、大丈夫。当てになんねえ顔して何言ってんだ。大丈夫。私のことは気にしないで。じゃあ行くぞ。死なれちゃ困るけどよ。先にも進まねえとな。わかってる。大丈夫。動ける。おー、ってことで今回は。はい。ここまでにしましょうか。難かったなぁ。結構頭使ったやろ、ここ。頭使うなぁ。キャシーの面って結構頭使うことが多いね。うん。前回もそうだけど。ああ、疲れた。ザックと一緒じゃん。脳みそのレベルザックと一緒もしかして。いやまだフラグ立ってないよ、立ってないよ、見てないよ、つって。助言がなかったら5回ぐらい死んでんな。それは言い過ぎやる。これがどれぐらいの制限時間なのかわかんないけど。いや、実際あるんかな、タイムは。どうなんだろうね。まあ、あるだろう。私、タイムオーバーなったことなかったから、これは。一応あるのはあって。なった人も見たことないかも。じゃあ次回この先進んで、絵の感じだと次は何だったかな、注射器か串刺しか針だったかもしれない、次が。そうだそうだ。視聴してくださった皆様ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。はーい、さようなら。